いやあ、刹那圭介だよ。今回は武器に願いをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、これか。どうすればいいかな。鋼材不足。何やったかな。打つ子が足らんのよね。打つ子をどうやって、しのいでいくかという、そういう問題。まあ、あんま考えてもしょうがないんで、もうすぐに店出すんですけどね。まあ、この辺もセルフサービスなんですよね。ダメージ見るの忘れてたよね。多分400ぐらいじゃないかな。そんだけぐらいしかなかったように見えた。売れる武器はそんなに数はないんです。トレンドは確かフリーズブレード寄りだったような気がする。覚えてない。とにかくこんな感じに並べて、今回のメインは火炎装って感じだね。火炎装を作ったせいで、ナイトソードとクレイモンが作れんようになったわけですからね。とにかく火炎装が売れてくれんかったら意味がないです。一応売れてる。売れたまえ、売れたまえよ。何が売れても別にいいんやけど、できれば火炎装、せっかく火炎装作ったやんけん。あ、ちょっとダメだダメだ。フリーズブレイド。こんでこんでこんで、掃除も大変です。掃除も大変です。一応火炎装は売れよんな。売れようことには売れよんな。ただあれなんよな。やっぱあれなんよ。ナイトソードの方が値段に3倍でかいんよな。まあ要するに、数で劣っとっても値段の分で巻き返しができるようなナイトソードって感じだよね。そこが厳しいところ、作れんかったところな。なんだかんだで値段が高くても売れるんよね。だから強かったナイトソード。だから今はそれはない。店主サボっとんかってぐらい出してたからね。ナイトソードは繁盛しとったのに、店主サボっとんかぐらいの感じで出してないからね。鉱材がないんだもの、仕方ないじゃない。世界経済の話になってくるよ、言い訳をしていたら。コインをやった。お客がコインをやってしまった。ようやく来た。火炎装枠でここか。フリーズブレード。掃除もこまめに。とりあえず精一杯のおもてなしをしないといけない。武器が悪くてもね。バスタードソード。思えばこの町に来てすぐってロングソードとかバスタードソードとか、そのあたりのレベル低いやつばっかしか売れんかったような。今更そんな思い出してもしょうがないんですが、あ、終わった。あー、なんか売り上げがパッとせんようなイメージですよ。どうします。じゃあ16本って少な、売り上げもそんなに高ないし厳しいね。スーパー主婦、鉱材がないんだよ。お前んち鉱材とか置いてない。うん、今の絵文字、いや顔文字イラっとくるわ。とりあえず鉱材買い込んどかな。うん、コンサルティングがとりあえずレベル1でやっておくんやけど、どうだろうね。トレンドだよ、おり。アイスランスが売れる。日本あったん、両方とも売っとったろうかっていうか、火炎装を全部アイスランスにしてもいいぐらいかもしれないね。サラマンドソードが売れる。特に売れる。そしてクレイモンも3つという大繁盛。クレイモンが作りたい。他の人は多分喋ることはいつも通りじゃないかな。
サラマンドソードとロングスピア。ロングスピアないんです、残念。ロングスピア作るのはなかなか大変だったりする。ほんと大変だったりする。こいつらは同じことしか喋らないね。みんな闇の力を手出したらどうなると思う？大丈夫かな。いただこうじゃないか、打つこうな。わあ、ちょっと待って、ただでいくらでももらえる、いくらでももらえる。怖い、これ手出すんが怖い。手出すん怖っ。いくらでもくれるってちょっと怖いって。お前10個いただきます。はい、10個いただきます。はい、帰ります。誰も見つからないように、誰にも見つからないように、怪しまれないように逃げます。ふう、怖い。あんなただのムーンをあんだけ提供されたら怖いに決まってるだろう。ああ、まあそんなことでもまあいいでしょう。手に入れたのは手に入れたってことでしとこう。ナイトソードじゃあ、久しぶりのナイトソードじゃあ、わあ久しぶりにナイトソードじゃあ、クレイモア2個。残りナイトソードに全部還元しといて、ああ、意思感はそったな。属性好きの武器作るための意思感はそったけど、いいか別に。そこそこ数持っとったわ。なら別にいいだろう。火炎草か。あ、そうか、ダマスカスコも もらったけん、こっち側作れるんやな。アイスランスも結構売れるって聞いたけん、ラッキーっちゃラッキー。ミスリールあるけん、ロングスピアが作れた。アイスランス。生産しとこう。アイスランスもそこそこ売れるって書いてあったもんね。そんでもって、バスタードソードとロングソードも最後に調達、数を多くします。セーブ。おい、猫だって名前つけたか覚えてないけどさ、あ、闇の力に手を出してしまったよ。闇の力に手を出してしまったよ。ちょっと下に行かんといて、な、聞いてくれよ。闇の力に手を出してしまったよ。そっち行くん。大丈夫かな。大丈夫かな、闇の力出した。じゃあ大丈夫かな。猫だ大丈夫かな。言ってもしょうがないんやけどね。はい。というわけで、まあ今回はこの辺で。大丈夫なんかな、闇の力に手を出しちまったよ。もしこれがさ、このダークルピーの利益がさ、魔王側にさ、渡ったら魔王の手助けしようわけじゃん。それって怖いな。まあ別にいいんやけどね。あと、数日で魔王の命を枯れるぐらいの武器を売れると思うんです。だからもう、魔王を倒せばいいさ。そうさ、魔王を倒せばいいんだ。はい、というわけで、週明け。